はい、こんにちは、アクアプラスです。今回ですね、こちら全部漢字です。なんとね、中国のカップラーメンいただきました。こちらね、説明書き書いてありますよ、全部漢字。一応ね、こう、なんだろう、スープかなんか入れて、お湯入れてみたいなこと書いてあります。こっちね、この辺までお湯を入れてくださいみたいな感じですね。なんとなくね、漢字読むのはできます。なんとなくですけど、でもこれはね、読めない。なんて読むんでしょうね、わかんないですけど、こちらいただいたんでね、ぜひちょっとね、食べてみたいと思います。はい、それではね、開けます。はい、開けましたけど、なんかね、カップヌードルとかね、ちょっとあれですけど、こちらちょっと紙っぽいんですよね。本当にこれお湯入れて大丈夫なのみたいな感じです。ここら辺もね、ちょっと3分から5分好みによってって感じですかね。日本のだとね、3分とか5分とかね、もうちゃんと書いてあるんですけど、3分から5分です。はい、開けましたけど、すごい、なんだこれって感じ。こうね、パックに入ってます。はい、そしてこちら、なんとスープ入ってます。はい、調味料。何、火薬とスープ2種類ですね。そしてなんとなんと、フォーク入ってます。折りたたみのフォーク。すごい。日本ではね、ちょっと考えられない。折りたたみのフォーク。これ、お湯入れて大丈夫なの？なんかね、漏れてきそうな雰囲気。だけどね、ちょっとやってみますよ。まず、この、麺を多分入れるのかな？大丈夫これ。なんか不思議な感じ。いやー、これ麺崩れそう。これね、ちょっと入れます。はい、麺入れましたけどね、ラーメンとはちょっと程遠い、なんだろう、そうめんみたいな麺ですね。こちら、火薬多分全部入れてからお湯入れると思うんで、ちょっとね、やってみたいと思います。はい、それではですね、まず、火薬。野菜の際に包むって書いてあります。火薬ですね。中身は、なんだろうな、ネギと、唐辛子かな？こんな感じですね。はい、次。これは、朱味粉炭。一週間の朱に味に粉にを包むですね。なんて読むんでしょうね。はい、これはなんか日本と同じっぽい感じ。なんかね、はい、次いきます。次ね、2種類のソース。こっちはね、多分これラー油っぽい辛いやつ。こっちは味噌かな。まずこちらの醤油ベースの方を入れます。ちょっとね、変わった。はい。まあ、この辺だとね、ちょっと日本とそんなに変わんないかな、と思います。それではこちらのね、ちょっと赤っぽいやつ。
まあ中国で作ってるね、カップラーメンなので、ちょっと赤い。開かない。日本のだとね、結構どこからでも開くような設計になってると思うんですけど、なかなかね、開かない。はい、開いた。どうだろう。結構ドロッとしてるソースです。まあ、辛そうな感じはあります。はい。匂いは？匂いはね、なんか美味しそうな匂いします。それではね、お湯入れたいと思います。はい。それではね、お湯入れます。はい。栓のとこまで。せん、水ら。まあ、このぐらい。ああ、お湯入れたらね、ちょっとすごい、山椒の匂いとね、辛いような感じの匂いがします。蓋して、3分から5分です。3分から5分、ね。日本だとね、3分とか5分とか、4分とかね、書いてあるんだけど、まあ、好みによってやめなさいということですね。それでは間取って4分かな、置いておきます。はい、4分経ちました。それではね、蓋開けます。うわ、ちょっとね、これ蒙古タンメン系な、ちょっと色してるし、ちょっとどす黒い感じのフォークですよ、これ。なんだろうな、そうめんみたい。ラーメンとはちょっと違うかな、そうめんだね。ちょっとドキドキします。中国のカップラーメンです。多分ね、匂いとかはね、しびれる系のやつだと思います。それではね、食べます。ちょっとドキドキするな。食べます。こんな感じ。麺に色はついてないね。これね、辛い。ちょっと苦手分野の辛さ。めっちゃ辛い。辛いし、ちょっとなんか痺れる系な辛さです。なんか中国の感じがね、しますけど、麺はですね、日本のカップラーメンとは全く違くて、ほんとそうめん みたいな感じですね。まあ日本のね、食べ慣れてるんで、ちょっとこれは、麺はあれかなと思うんですけど、味はね、ほんと、辛くてちょっと中国系な感じがします。全然ね、こう、まずいわけじゃないです。全然美味しいですけど、ちょっと辛すぎるかな、とは思いますけど、これ日本の麺だったらちょっといけるかもしれないです。フォークね、食べづらいので箸で食べますけど、辛いんですよ、これ。ちょっと辛くてね、すするのが難しいぐらい辛い。そしてね、こうビリビリ、こう山椒が効いてて、ね、ベロがしびれて痛い。辛くて痛いのと、痺れて痛いのとね、こう混ざってる感じ。でもこれだけね、赤いのに、麺がね、全然白いまま。すごい麺ですよ、これ。もっとね、色ついてもいいかなと思うんですけど。
でもね、ペヤングの辛さとかね、蒙古タンメンの辛さよりはね、ちょっと優しい感じはしますけど、ベロが痺れて、痛いやつです。ちょっとね、鼻水も出てくる感じ。でもね、何よりベロがね、ほんと痺れてる。これはね、ちょっと今まで感じたことないね、なんかこう痺れがベロに来てますね。まあね、なかなかこれ食べる機会ないと思いますけどね。食べる機会があったらね、食べてみてほしいかなとちょっと思います。